ダイエットで一躍注目を集めたライザップ。ライザップでダイエットした芸能人の中で特に激変したと評判なのは誰なのか。2000人にアンケートした結果をランキングでまとめました。それでは早速見ていきましょう。33位は、ゆきなり、元田パンプ、体重は 84.5kg から 66.4kg の 18.1kg 減。みんなの意見はこちら。外見的にオタクそうなヘアスタイル&スタイルと、ポーズな写真が、ヘアスタイルや皮膚の色加減、照明の当たり具合も含めて、すっきりした見た目と、ポーズになったように見える。32位は、誰のガレ明美。体重は 3.8kg 増。痩せるというより、スタイル維持、向上のために参加していました。みんなの意見はこちら。とにかく、綺麗になったと思う。体が引き締まったことで、足長効果や小顔効果など、さらに美人になったと感じる。31位は、井上公造、体重は 75.5kg から 68.1kg の 7.4kg 減。みんなの意見はこちら。普段からテレビでよく見かけていた人が、いつの間にか痩せて、さっぱりしていて驚いた。少しずつでも、毎日、ライザップに通って、トレーナーの指示の通りにトレーニングしたら良い結果が生まれるのだと分かった。30位は、菊池亜美、体重は 60.2kg から 49.7kg の 10.5kg 減。みんなの意見はこちら。ぽっちゃりしているイメージだったが、ライザップ後は綺麗な体型で、スラリとしていた。体重はもちろん、体脂肪率も変化が大きくてそれもあって、劇的な変化に見えてると思う。29位は、香取慎吾、参加前後の体重は公開されていません。みんなの意見はこちら。残念ながら、ビフォーアフターは非公開なので、参考サイトだけでは判別しづらいのかもしれませんが、長年のスマップファンとしては、参考サイトに掲載された、香取さんのイメージはファンが抱く香取さんのイメージとは全く異なります。普段はもっと大柄でフェイスラインが参考サイトの写真と全く異なります。また、過去のダイエットでは、痩せることには成功していましたが健康的ではありませんでした。しかし、参考サイトの写真では、筋肉がついていることが、はっきりとわかり、健康的に顔も体も引き締まっていたのが目に見えて、わかりました。まさに激変だと思いました。28位は、松村邦洋、体重は 110.6kg から 80kg の 30.6kg 減。みんなの意見はこちら。お腹が出ていて、運動不足の冴えないおじさんというイメージから、健康的で活発なイケおじという印象になったから。27位は、松平健、体重は 101.6kg から 84.5kg の 17.1kg 減。みんなの意見はこちら。最近テレビでは見かけなくなってしまい、久しぶりに見た姿が激変していて驚きました。健康に生き生きとされていて、羨ましいと思いました。26位は、芸人トリオ我が家の杉山博之、体重 85.4kg から 72.2kg の 13.2kg 減。みんなの意見はこちら。ぽっちゃりとした、よくある、中年太りをしていた体が、別人のように引き締まって若返った体になったからです。25位は、早田咲、体重は 62.4kg から 55.7kg の 6.7kg 減。みんなの意見はこちら。ヘアスタイルやメイクも含めて、女子高生みたいな外見だったのが、ショーガールのようになり大人になった印象。24位は、大神泉、体重は 60.4kg から 50.3kg の 10.1kg 減。みんなの意見はこちら。テレビで拝見した際に、アナウンサー時代と違い、明らかに顔の大きさや体型が変わっていた印象だったので、現役時代とまではいきませんが、顔の大きさも半分くらいになり、体型も現役時代に近くに戻っていて、効果があるんだなと感心しました。23位は、HY の中曽根泉、体重はマイナス 10.4kg、みんなの意見はこちら。
ビフォーアフターの比較画像を見て、もともとのお腹の出方がなくなっただけではなく、全体的な変化の印象が良いため、また、お腹だけでなく腕や足にもダイエットの影響が出ているのがわかりやすい。22位は、島大輔、体重 104.2kg から 88.5kg の 15.7kg 減。みんなの意見はこちら。以前から、お腹の肉がだらしなく見えて、不愉快にさえ感じていたし健康面の不安さえ感じられた。ライズアップ後の姿はただ痩せただけじゃなく、筋肉もついて見た目にもバランスのいい体になっている。21位は、堀江貴文、体重はマイナス 7kg、みんなの意見はこちら。ホリエモンが実際に YouTube の中でライズアップに潜入取材して大変感心している動画を見たことがあったからです。20位は木本武宏、体重は 74.5kg から 66.4kg へ 8.1kg 減。みんなの意見はこちら。もともとすごくお腹周りが太い様には見えないけど、体脂肪が 10% 切ってるので、トレーニングできちんと引き締めたと見える。19位は、マックスのリナ、体重は 51.0kg から 44.5kg の 6.5kg 減。みんなの意見はこちら。CM を見てびっくりしました。以前ほど PV で見る機会は減ってしまいましたが、当時覚えていた姿になられていたので激変したなと思いました。今後体型を維持するのが大変なのかなと感じました。まずあそこまで太っていたことにびっくりしますが、PV でたくさんお見かけした頃のボディを取り戻すとやはり、とても綺麗な方なんだなと感心しました。もともとがお綺麗だったということもあるのでしょうが、やはりもともとの美貌をお持ちだから体型を維持しないともったいないなと。18位はゆきぽよ、体重は 51.4kg から 46.8kg の 4.6kg 減。みんなの意見はこちら。ライズアップ後の写真がとても細くてスタイルがよく驚いた。ライズアップ前のお腹のたるみも全く気にならず綺麗でかっこいいから。体重や体脂肪にも結果が大きく出ているから。体型ももちろん変化していますが、表情の変化が一番大きくなおかつ素敵だと思いました。普段テレビでお見かけする表情や姿勢とは全く異なっていて、筋肉と自信がついたのがよくわかり、激変だなと感じました。17位は、青井ゆりか、体重は 55.5kg から 49.8kg へマイナス 5.7kg 減。みんなの意見はこちら。そもそもそこまで重くない体重から落とすのは大変だと思うが、これだけ体重を落としているのがすごい。CM でも印象的でしたが、改めて拝見してもその激変ぶりには目が行きます。そもそもそこまでの醜い体型かどうかは存じ上げていなかったが、比べるとその差は歴然としていると思うから。16位は、井上和香、体重は 58.8kg から 49.1kg のマイナス 9.7kg。みんなの意見はこちら。ショートパンツの上に乗っかったお腹の肉を見たら、グラビアで人気があったのが嘘みたいと思ったが、痩せた後の姿は以前の井上和香そのものだと思った。めっちゃ綺麗にスッキリして、女性らしい肉体改造ですごいと思いました。お腹周りも筋肉がついてるというのではなく、スッキリしてるし、足も高いヒールを履いてるせいもあるけど、長く見えるし顔もシャープになってます。15位は、市川九段継ぎ、体重は 94.7kg から 69.9kg の 24.8kg。みんなの意見はこちら。別人のように見える。余計な脂肪が綺麗な筋肉に変わったことで、体にメリハリがついたように見える。それだけでなく、手足が長く、顔が小さくなったように錯覚する。こんなに変化していたら、役どころも変わってくるのではないかな、と思います。衣装もサイズ変わるのではないでしょうか。髪型が違うということもありますが、見た目が激変していて、周りの反応も大きく変わっていそうな気がします。
14位は森永卓郎、体重は 89.4kg から 69.5kg の 19.9kg 減。みんなの意見はこちら。体型が激変しており、顔もシュッとしていて、いつもテレビで見ている森永卓郎とは別人であった。CM で見た中では特に印象が強い。いかにも運動不足の中年男性という印象でしたが、おしゃれなメガネや服にイメージチェンジしてスッキリとしたスタイルで CM に出演された時はギャップがあって衝撃的でした。13位は石田恵里、体重は 54.3kg から 49.4kg の 4.9kg 減。みんなの意見はこちら。やはり同年代の方が変わると関心が持てます。痩せた方が明らかにお綺麗だし、もともとポテンシャルが高かったことを再認識させくれるからだと思います。そこまで太っていたことに気づいてはいませんでしたが、改めて拝見するとその差は大きいと思います。年齢的に痩せづらい時期だと感じるので、そこからウエストマイナス 15cm は簡単ではないと思う。体脂肪率 17.8% まで減らすのは、女性では各ない年代ではかなり努力が必要になると思うので。12位は朝香優衣、体重は 51.1kg から42.3kg の 8.8kg 減。みんなの意見はこちら。もともとは細くて美人だったのに、典型的な更年期太りのようで、お腹周りや顔の肉などかなりたくついており残念な感じだったが、ライズアップ後は顔がシュッとシャープになって、胸と腰のくびれが出現して、昔のような美人に戻って若返ったから、ぽっちゃりしたよく見るおばさん体型が引き締まって、ナイスバディの魅力的な色気漂う体になったからです。ウエストが細くなって胸が大きくなったように見えます。別人のように見えます。11位は梅沢富美男、体重は 75.4kg から62.5kg の 12.9kg 減。みんなの意見はこちら。写真や動画で梅沢さんのダイエット前とダイエット後を見たことがあるが、別人と思えるほどの激変ぶりだったからです。60歳代にもかかわらず、半年で 10kg 以上体重を落としたことは驚異的です。大きく膨らんだお腹が目立ち、あまり良い体型とは思えなかったが、変化後は平らなお腹に目を惹かれ、年配であることから健康的な体型になったなと思いました。顔周りもすっきりし、変化を感じました。10位は、峯岸みなみ、体重 48.6kg から43.7kg の 4.9kg 減。みんなの意見はこちら。現役アイドルが CM 出演したのも驚きだったが、出っ張ったお腹が見事に引っ込んで、なおかつ筋肉のある引き締まった体にすごいと思った。本当に綺麗だった。姿勢の悪いビフォーの映像だったが、アフターで姿勢も顔の雰囲気も演技や見せ方の問題かもしれないが、かなり違っていて、ライズアップでのダイエットで垢抜けた印象を受けた。9位は林家三平、体重は 74.4kg から 55.8kg の 18.6kg 減。みんなの意見はこちら。ビフォーアフターの画像を見た時に、シルエットが変わっているだけでなく、筋肉の出方が激変しているため、より健康的な体になった印象が持てる。アフターでは筋肉がすごくムキムキついてる。体重の減少の割にお腹が、周りがめっちゃスッキリして、顔もとてもシャープになっている。8位はわちつかさ、体重は 51.4kg から40.6kg の 10.8kg 減。みんなの意見はこちら。お腹もすごく出てるし、胸も垂れ下がっていて、とてもどうにかなるようには思えないけど、引き締まった体に変化していて、 CM で見た時にも、人ってこんなに変わるのかと一番衝撃的でした。テレビでの CM を見た時もかなり衝撃的だったのですが、改めて違いを見ると激変しているなと思います。
ビフォーの姿はまん丸なのに、アフターはとてもシェイプされていて、同じ人物だと思えません。7位は、シュワ・マハルミ、体重は 64.0kg から 49.3kg の 14.7kg 減。みんなの意見はこちら。あの年齢ではよくある体型で見慣れていたが、アフターで全体的に綺麗に痩せて顔もスッキリしたので、一般のおばさんが女優になってしまったと衝撃を受けた。もともと綺麗な人なだけあって、ビフォーアフターがとても面白かった。ライズアップ前はよくいる、ただのおばさんという感じですが、ライズアップ後はすごく綺麗なお姉さんになっています。髪型の影響もあるかもしれませんが、とても同一人物には思えません。人生までいい方向に変わりそうだと思わせてくれます。ライズアップ前の写真では、くたびれたおばさんの印象しか感じられないのに、ライズアップ後の写真ではたるんだお腹がなくなりくびれできており、綺麗な女性という印象を受けるほどに変わっていて、驚きました。6位は、生島ヒロシ、体重は 68.5kg から59.4kg の 9.1kg 減。みんなの意見はこちら。年齢的に痩せにくい、異中年男性で、しかも若い頃は空手をやられていたということで筋肉が贅肉になり、痩せにくい体質のはず。それを2ヶ月で程よい筋肉がついていて、皆が憧れる体型になっているのが選んだ理由です。内臓脂肪や体脂肪、お腹周りの脂肪が減っただけではなく、筋肉もついて引き締まっているように見えたため、横からの写真で目で見てわかるお腹のぽっこり具合が、ライズアップ後は改善されていて、全体的にスッキリした印象を受けました。5位は、遠藤章造、体重は 69.2kg から 59.4kg の 9.8kg 減。みんなの意見はこちら。ガキの使いという番組で、持ちネタのダンスをするときに裸になるのを見て、お腹周りに相当贅肉がついているように見えました。しかりライズアップで成功してから腹筋が見えて、引き締まったので相当変わったように感じます。だらしない感じの遠藤章造が、体も顔もシュッとして、かっこよくなっている。体重も、体脂肪も他の人に比べても大きく減っているのではないか。ゲイで服を脱いでる姿を見たこともあり、今回の写真で筋肉がつき細マッチョになり、印象が変わりました。ゲイごとに影響しないかは心配なところですが、前も男前でしたがよりいい男になったと思いました。全体的に締まり、適度に脂肪を残しながら、筋肉量が増えている感じがいい体になっていると思いました。また、写真で隠れている部分が、パンツだけなので、激変していることがわかりやすい。4位は、佐藤ひとみ、体重は 61.6kg から 49.4kg の 12.2kg 減。みんなの意見はこちら。お酒をたくさん飲む女優さんで、独身女性を演じることが多い男勝りな印象がありましたが、トレーニングでシェイプアップされた後、結婚までしていてガラッと綺麗になってインパクトあったからです。以前は、肝っ玉母さんのような雰囲気と貫禄があって、がっしりとした体格だったのに、ライズアップ後は、華奢になって、とても綺麗になって、若く見えるようになったから、お腹周りのビフォーアフターがわかりやすいぐらいに、引き締まったように見える。腹筋が割れたり、縦ラインが出てくるほどではないが、太ももやふくらはぎの引き締まりがわかり美しいため、ビフォーアフターの写真で、お腹のへこみ具合がはっきり効果があったように見える。また、本人がテレビ番組で、自堕落な生活を言われているのでさらに変化があるように感じた。3位は、天野博之、体重は 77.1kg から 62.7kg の 14.4kg 減。みんなの意見はこちら。キャインの天野さんは、昔から TV で見ていますが、お腹周りがぽっちゃり体型で見慣れていたので、トレーニングでこんなに変わるのかと驚きました。優しいイメージからかっこいいイメージになったので、印象が180度変わったと思います。
顔周りも変わったと思います。もともと小太りでメガネをかけていて、一重たらこ唇という顔が正直生理的に受け付けなかったのだが、急に受け付けられるイメージになったから、一番腹が出ていると感じ、左右の肉がなくなり、一番のリアル感のある痩せ方をしていると感じたので選びました。2位は江戸晴美、体重は 63.3kg から 45kg の 18.3kg 減。みんなの意見はこちら。体型がものすごく変化していると感じて、とても綺麗だった。芸人としてテレビで見ている頃から少し大きいイメージだったが、ライズアップ後はスラッとモデルのように見えた。中年女性はなかなか脂肪が落ちないと思うのに、体脂肪率が 36.7% から 17.7% まで下がっていることが本当にすごいと思う。また、見た目にもウエストのラインがきちんと引き締まり、それでいて胸はちゃんと綺麗に膨らみがあって、本当に女性の理想的な体だと思いました。ライズアップ前と後でお腹の脂肪がかなり落ちて、ウエストが引き締まっただけでなく、二重顎のラインがすっきりして明らかに10歳から20歳若くなったように見えます。胸の形も綺麗になって美人度が増しました。一時期テレビ CM でもよく見ていたが、体重、体脂肪ともにかなり絞れている印象があるため、体重10キロ以上、体脂肪は半分近く減らせているのはすごい。テレビ CM で見ていた芸能人の中でも一番変わった人だと思う。中年太りの江戸晴美がコマーシャルで見た時はびっくりしたのを覚えている。道理で体重、体脂肪率ともかなり落ちていたのだなと思った。私と同年代なのでやればできるんだなと植え付けさせてくれた。1位は赤井秀和、体重は 77.1kg から 70.1kg のマイナス 7kg 減。みんなの意見はこちら。やはり昔はボクシングで鍛えていただけあって、引き締まるとアスリートだった頃の姿に戻るのだなと感心しました。ぽっこりと膨らんだ腹部がキュッと引き締まり、腹筋の筋もはっきりわかる上に、脇腹部分にも残されたシデミのようなものが見えなくて素敵だと思う。体重は7キロしか変わっていないけど、体の引き締まり方が良く、体重以上に絞ることができている印象を受けるから。姿勢も悪く中年体型といった感じだったが、変化後、筋肉が見える体型になり、活力がある雰囲気が出て激変した。と感じました。また脇腹の腹筋もすごいと思いました。昔はかっこいいボクサーだったのに、少し前はドラマやコマーシャルで見ても太ったおじさんになってしまったな、と感じていたが、最近昔のようなかっこよさを取り戻したように感じられるから、以上のような結果になりました。体重が減ったかどうかももちろんですが、元々の知名度や印象も回答には大きく関わっていたようですね。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。